どうも、サボリです。しばらく水槽メンテしない間にこんなになっちゃいました。またジャングルになっちゃいました。新年一発目の水槽メンテはトリミングします。新年一発目は基本に戻ろう。トリミングだ。グロッソたちもかなり伸びた。今回もバサッと切って、で伸びたところを完成形にしよう。これ前も言ったな。バッサバサいくよ。まずこの浮き草、無駄な浮き草を取って光を、そしてここら辺のクソ伸びてるやつを切っていく。どうなった？少しずつさっぱりしてきた。だいぶ明るくなったな。心配なのがね、これなんですよ。これのね、色が悪いんですよね。これ病気なのかな？病気のやつ切っていく？シダ病？もう全部病気か？全部病気？全部切る？ほぼ全部です。しょうがない。しょうがないですね。全部。ほぼ全部。長いやつは。ここら辺の長いのも。もう、うわぁ、ちっちゃいエビいる。かなりね、グロッソの密度も増えて調子は上がってるんですよね。ようやく1年目でバランス分かったな。肥料と光と二酸化炭素の。そしてね、こいつらですね。こいつらも少し整える。これね、もっと後ろの方がいいんだな。この草の名前わかんないんですけど、エビ危ないよ。こいつはね、いいな、これ。いや、そうでもないな。他の水槽じゃうまくいかないもん。これ切ってもね、切ったところがね、あんまりダメにならないんですよ。切ったところがすでにいい？普通はね、こういうのはね、切ったらなんか、伸びないきゃおかしいんですけど、こういうのは切っても、あんまりダメージがない。ここら辺もか。うわ、ここら辺もう、あれだな。葉っぱが溶けてるな。危ない。危ないって。難しいな、やっぱり。あら、これ、クリスマスのレイアウト撮ろう。これね、光ケーブルのあれなんですけど、企画失敗してそのままです。よし、取れた。後でね、これはリベンジしよう。リベンジする時間がなかった。こっから丁寧に仕上げよう。また切りすぎたか。ここら辺が汚いんだよな。これ、こいつらが、謎の根っこが根元まで切る。根元から切ろう。うん。一回きれいにしてみよう。もう少し。あ、ラムズ。ラムズ、この水槽でも発見した。見える？ラムズ。今までラムズいなかったんですけど、間違って入ってきた？何かの拍子にラムズ入ってきました。面白いね。今まではいなかったんですけど、ラムズがいる。こいつらをもう少しざっぱり。これ中間層だからな。後ろの草だったらいいんだけど、中間層なんで。あとはまた少し丁寧に切る。よし、だいたい軽く掃除して、あとはね、グロッソたちのトリミングだね。グロッソたちを久しぶりに。グロッソはね、トリミングするたびに衰退した思い出があるんで、グロッソたちを大胆に。よくここまで伸びたな。こいつらも切るか。あ、エビがいた。危なかった。エビ逃げてくれよ。あ、死んでるかい。死んでるかもしれない。あ、違う、これ、クリプトだ。違う、シダ類だ。シダ類植え替えたやつだ。よし。
クリスマスのモスを撤去します。もうクリスマスは来年まで撤去します。あ、エビがくっついてる。エビが、ちっちゃいね。エビ早く逃げろ。これはね、使い道あるんで、大事な素材です。お前らも、もう、あ、エビが死んでる？あ、魚が死んでた。グッピーかな？グッピーのメス死んでる。グッピーのメス珍しい。そして、ここにモスドームがあるんですよ。モスドームが。このモスドームを、あ、光の当たってるところはふさふさ、光の当たってないところは枯れてる。面白いね。これも使います。よし、あとはもう一度きれいにして、そしてから最終段階。かなりすっきりしました。後ろが見えるようになった。これね、後ろ真っ黒のバックスクリーンなんですけど、これ失敗したんですよね。後ろが真っ暗だと圧迫感が感じるんですよ。最近の主流は多分曇りガラス系。コンテストの入賞作品見ても曇りガラスが多いです。黒はね、少し圧迫感が感じられます。よし、じゃあね、切った草でまた有効活用。これだけの収穫です。まずモスですね。モスは使います。モスは使います。これも使います。これ光ケーブルのイルミネーション、これをリベンジします。クリスマスには時間なくてリベンジできんかったんですけど、リベンジしたいと思います。あとはここからいい草を選別して再セッティング。これなんてまだ使えますよね。こういう浮き草も使える。使えるやつと使えないやつを選別して、使えないのはこっち。ちょっと使える。赤いやつは使いたいな。赤くていいやつを一束に集めてまた植え直す。植え直すっていうかね、置くだけなんですけどね。こういういいのをひとまとめにして、水草の森で、で後ろに置くだけで見栄えが良くなる。いいですね。これ一つ出来上がり。こういうの3つぐらい作ろうかと思います。特に赤系のやつ。別な製品はね、今度の機会に紹介します。水草の森 S、 3回目のリピートかな。これ巻きつけて花束が2つできた。3つ目、わかるかな。ちょっとわかりづらいけど、3つ目、とりあえず花束が4つ。ここら辺の浮き草だね。ここら辺の浮き草もまたまとめて、これいらんな、もうこんなに、こんないらんな、捨てていい。浮き草、あとはこんなとこですね。収穫はこの4つの5つの花束、これを使います。これだけ収穫できました。よし、あとはセッティングしていくだけ。どうなった？うん、サイル。ドラ、うん、こっちにいるのか。どれ、うん、そして最後の赤いやつ。うん、バランス、まずバランス取れてる。あとは浮き草のやつ。まずうまくいきました。バランス取れてる。切った草を束ねて置くだけ。もう少しだな。もう少し綺麗に切りたいな。最後は微調整して、ちょっとなんか、もう少し。以上、
ジャングルスイスをトリミングでした。ありがとうございました。収穫します。これ戻したらまた収穫できるんじゃない？ちょっと隠しとこう。